つ一つ尖ってます。最高なんですよ。可愛らしいデザイン、とんがってます。使い方は自由自在。秘密基地のアトリエのような、ここまで凝ったお部屋はなかなかないんで、最高ですね。声を大にしています。最高です。異国の世界が広がってる。いいですか、どうぞ。今日はですね、この鎌倉の夕方の海岸の近くにある坂戸市ですね、この海から近いところに面白い物件出たらしいんですよ。ぜひ皆さんご覧になってください。では行きましょう。武蔵野匠くん、ここです。ここです。ここ匠くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2階が物件の玄関になりますね。これどうです、何イメージします、パッと見。結構見えるかな、この館。オーナーさんどういう方だったのかちょっと聞いてみたんですよ。ここと逆側にももう一つお部屋があって、そちらをメインで使って本屋計画してたみたいです、ね、窓も大きいんでやっぱり日の光もたっぷりと入る設計ですね。とんがってるな、このうち。とんがってます。見てください、この可愛らしいデザイン、もう一つ一つが本当に凝ってるね。凝ってるんです。尖ってます。優しい。どうぞ。すごいな、はい、尖ってますね。ここは面白い街のスポットになるのかな。使い方は自由自在ですね。ここも夜電気がついてるとまた味が出ていいんですよ。行きましょうか、2階に。居住スペースって言っても本当に秘密基地のアトリエのような。まずここが、まあ、あのキッチンスペースですね。例えばご友人連れてきて料理作りながらもうここで座ってもらって楽しいひとときを過ごすためのパーティールームとしても最高です、ね、そうですね。僕もなかなかここまで凝ったもの見たことないですね。細部までこだわってるっていうところですね。棚も十分ありますんで収納には困らないですね。次がですね、ここに扉がまず1枚2枚3枚4枚5枚6枚あるんですよ。これトイレってどこにあるか分かります？トイレは6ついらないもんね。どうですか今直感で当てましょう。トイレこの辺りヒントになってるかもしれないんで、ね、そうなんですよ。トイレお礼しましょう。行きますよ、はい、トイレだと思う、はい、扉の奥は全然違いますよ。全然違いますよ。収納一番違う扉開けました。次は一番手前ここですね。こちらがトイレです。はい、次こちらどういうお部屋が次待ってると思います。これです。トイレが男子と女子用で2つの分けることもできますよ。次から異国の世界が広がってる。いいですか、どうぞ。おすごいな。ここはどこだろう。天井が高くてこれプリントされてるんだ。そうです。ここまで凝ったお部屋はなかなかないんで、上段にも荷物を置けて服なんかはここにかけれますね。客間ですかね。そうですね。で次がこちらですね。自然の岩をイメージさせるような、ここにベッドを置いてご友人すぐ集まった時泊まっていただくとかでももちろんいいですし、で次がこちらですね。こっちは、はい、そうなんですよ。こっちは先ほどよりもちょっとね広いんです。可愛いですね、おしゃれなんだろうね。あとこちらにも洗濯ですね、はい、ありますと。でまあ隠せるんでね、はい、ここでいいですね、隠せるのはね、はい、でもう一つ次、はい、あの南の日当たりのいいお部屋が、はい、この2階部分にもついてますんで、ここですね。お子様部屋でも行けますし、この火の入り方がこう書斎として使ったりとか、ね、もう本当秘密の趣味の部屋として利用は面白いんですね、はい、ここにこれがついて、上は私先ほど登ったんですけど、物はまあ置けるとは思いますけど、斜めになってるんであんまりまあ置かなくてもいいのかなっていうのをデザインで置いてるっていう。ここから景色が何度見てもいいですね。料理を作りながら待ちながら海を見えるといういいですね。ここも結構壁広いんでうまく使えば面白い空間に、照明がもついてるからいいですね。そうですね、南からの日がバッチリと入ってきてます。ここが洗面台のスペースと、お風呂コンパクトな作りになってますね。シャワールームですね。そうです、バスタブも左に本当にコンパクトサイズが可愛らしい。正座して入るそうですね、修行しながら。ホイモングルはい、最後に皆さんお待ちかね、登っていきますか。いいですか、はい行きましょう。これが今回のメインです。どうですか、
どうですか。いいんですか言って。まあこの。そうなんですよ。最高なんですよ。ここね、夏はご友人たちと集まって日焼けをしてもいいですし、由比ガ浜の海を一望しながらフットサルできちゃいますよ。素晴らしいですね。この景色は。いいですね。伊豆島リナに行って材木材伊賀浜ぐるっと三浦半島を望む。そうです。あ、最高ですね。最高ですね。ここの景色はいいです。ここは1階を思い切って商売をしてしまうようなスペースとして取って、2階から上は休みの日に秘密基地として利用していただくのが一番いいかなっていうのはありますね。法人として使うとまた面白い使い方ができるかもしれないですね。いい物件ですね。ありがとうございます。はい、最後の坂の下の一押しここですよっていうのはどこですか。一押しはやはり2階のキッチンスペースも捨てがたいんですけど、やはりこの海ですね。気持ちいいですね。近くに海があるっていう生活は心が穏やかで豊かになりますね。最高ですね。そうですか。最高です。声を大にしています。最高です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。はい、お願いします。